皆さんこんばんは。ヴァンフォーレ甲府対名古屋グランパス、本日の試合解説は元日本代表北澤剛さんをお招きしています。北澤さん、よろしくお願いします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。さて北澤さん、今日は楽しみな一戦ですね。そうですね、僕はこの戦いはね、前半から点の取り合いを期待してるんですよね。そしてディフェンスラインの崩し方、切り込み方などにも注意してみたいですよね。そうですね、名古屋としては立ち上がりから一気に来る可能性もありますよね。はい、今日は非常に楽しみな一戦を迎えています。好ゲームを皆さん期待しましょう。キックオフスタート。では立ち上がり見てまいります。戻し、ああいいカットですね。ここはクリアします。さあこのボール、トゥーリオ、どうだ、ホンダ、一人で行く下田、左サイドを使います。ディフェンスに合いました。下田、奪われます。パースが通る、川本抜けない、再び奪い返した、左サイド上がっていく、誰に渡すのか、自分で行くのか、いいですね、頭でクリアします。バックパス、ちょっと危険ですよ。渡り、クリスティアーノ、真ん中から上がっていく、トネ。前半15分が経ちました。甲府ボールです。上げる、戻す、いいとも簡単にボールを奪われてしまう。奪います、サイドからの攻撃、マルキーニョス・パラナ、バックパス、松橋、本田、小川、
左行きましたね。一旦預けます。クリスティアーノ、水野、駆け上がっていく、一人で持ち上がっていく、下田、ここで笛です。直接フリーキックになります。結局ボールはアウト。いやしかしもったいない、しかしこれはわずかに合いませんでした。小川、北澤さん、甲府今のところ0対0、少し中盤でボールを奪われる場面が多くなりました。そうですね、やはりそのあたりがしっかりしてくると落ち着きますよね。右、左へ、長すぎました。ヘッド、繋がりません。前線へ奪われる、右に振って、トネ、ダイレクト、右に、取られます。左サイド駆け上がる、クリスティアーノ、山本、固い守り、右側、右からのチャンス、浮き球で来た、名古屋、まだ得点はなく0対0。だんだんとこう中盤で動きやすくなっているようにも見えるんですが、そうですね、いい調子ですよね。下田、クリスティアーノ、奪われる、マルキーニョス、パラナ、下田、つながりません。このチャージを取られました。フリーキックになります。おっと、なんか誰もいませんよ。大きくクリア。前半40分が過ぎました。右、松橋、おっと、これオフサイドか、やや飛び出しすぎたようです。右に、奪う、ボールが渡る、来た、取られます。名古屋、ドリブルで上がっていく、固い守り、渡るか、
川本、松橋、望月、おっと前に3人上がっています。ここは大きくクリアした。おっと前半終了のホイッスルです。さあ北澤さん、前半を終了して無得点のままですがどうでしょう。そうですね、ゴールはスタートです。玉田、戻して奪った後ですよね。左から行った、一旦預けます。奪われ、小川、今行けますよ。クリアします。長いディフェンスに合いました。川本勝っています。中村抜けない、小川戻し、津田カットされます。これは長すぎました。マルキーニョス、パラナ、どうだ。さあ一気に前線へ送った、ボールを奪います。土屋、ボールが渡る、中央から行った、いいディフェンスを見せます。またいい感じだ。奪う、3人いますよ。シュート、おっとここで上が吹かれました。オフサイドですね。ここは旗が上がりました。松橋、ここで交代させます。出ていく選手ですけど、見ていてだいぶ運動量も落ちてましたから、そういった交代だと思いますよ。右、下田、水野、土屋、通った、右ウィング長い、水野、川本奪われ、さあいい展開だ。左、右、さあ前には3人います。ここで受けた、ここはファールがありましたか。ここで選手の交代があります。浮き球つながるか、前線へ、エリアの左側、これでコーナーキックになりました。この判断でいいと思いますよ。どこへ出してくるか、これを拾って、フリだ、トネ、クリア、いいボールだ、ヘッド、甲府クロスから、そして頭で合わせるという攻めを見せたんですが及びません。そうですね、あと少しだけね、対応早ければよかったんでしょうけどね。下田、
甲府、やはり前半と比べるとちょっと勢いが落ちてきていますか。そうですね、シュート数も前半と比べたら少ない感じはしますけども、それよりも中盤での競り合いが気になりますね。なるほど。中央にいるぞ、ヘディング、オフサイドですかね。割と全体の上がりがゆっくりだったんでね、分かりにくかったかもしれません。一人上がっています。はい、読まれていました。ケネディ、つながっていく、送って、預けて、土屋、山本、預けて、時間は後半30分を経過しました。左へパス、いいでしょう、シュート、あっとわずかにそれた、ちょっともったいなかったですね。いい感じですよね、ああやって打っていくっていうことはいいことですよね。ここで選手の交代があるようです。トネ、中村、ここでファールがありました。ダニルソン、つながった、左サイド、中の動き素晴らしいですね。頭、山本、来た、ゴール、名古屋決勝点になろうかという先制弾、チーム待望の一発を決めます。試合の流れが変わりました。最後は落ち着いて決めてきました。本当ね、シュートセンスが素晴らしいですよね。ここはうまく決めてきました。うまく攻撃できたと思いますよ。そして一旦バランスを崩しながらも結果としてうまく収めました。さ、いやー、北澤さん、ようやく最後の最後で得点シーンが見られましたね。はい、間の時間帯になりましたよね。いやー、ディフェンスに合います。マルキーニョス・パラナ、左へ通りました。これはファールです。ここで選手交代、40分になります。後半40分、ボールを奪い、さらに前線、ドリブルで上がる、右サイド、おっと前に3人上がっています。ボールは来た、なっと助かりました。
ここで、選手の交代です。まあ出ていく選手についてなんですけど、絶好な位置でシュートチャンスを決めなかったところがありましたから、その辺の決定力不足を気にしての交代だと思いますね。ああなるほどね。一人持ち上がっていく、反撃を縫って出てくるのがいいですよ。このチャージを取られました。このボールを蹴るのは下田。ラストチャンスだ。奪った形。ここで試合終了のホイッスルが鳴りました。1対0、名古屋1点差で勝利、逃げ切りました。